清涼中学校、高等学校は、静岡県富士宮市星さんに所在し、中高一貫教育を提供する市立中学校、高等学校。所在地が富士宮市生産にあり、明星さんの丘料に位置するため、清涼高校という名称になった。清涼中学校、高等学校における中高一貫性の教育区分は2から2から2制であり、 中学校の第1学年及び第2学年の前期2年間を成長期、中学校第3学年及び高等学校第1学年の中期2年間を発展期、高等学校の第2学年及び第3学年の後期2年間を飛躍期とそれぞれ位置づけている。創設は1975年。当初は学校法人、 金指し学園清涼高等学校という校名で、当時は珍しかったブルザーを制服にした。海外からの指定も含め1学年149名程度を集め英才教育を施す全日全寮制高校の開校を目標としたが、設立者の経営する金指し造船が造船不況に陥り、地元に根付いた一般普通科高校として開校した。 開校後3年ほどして、静岡県内で自動車学校を経営する学校法人静岡自動車学園に移行し、現在の静岡北中学校、高等学校と兄弟校となった。金沢学園、星稜高校時代からしばらくは、大学進学率が高く、卒業一期から旧国立一五校への入学者や、都内有名中堅大学などへの入学者を多く、排出。 半数程度が進学した自動車学園、星稜高校時代になってからは、その後目標が就職や専門学校への進学に変わり、地元企業に多くの人材を送り出した。競輪選手やハンドボールなどのスポーツなどで活躍する選手も輩出し、スポーツに力を入れていたものの、市街地から遠い山間部という立地と、すでに当時でも珍しい男子校のイメージと重なり、地元では、 県立普通高校に入れなかった学生の行き先となっており、実際4年生大学進学者は年数一桁。決して人気のある学校ではなかった。不人気問題を打破するため、1988年に大学進学を目標とした英数科を新設。1990年代後半から男女教学に、 入試時から普通科より多少学力の高い生徒を集めた。入学時から理系と文系クラスに分け、8時間授業に部活動の代わり長、夜補習と、先行にあった1日12時間以上カリキュラムを組み、月に一度の合宿講習や、夏季、春季休みには講習開催、進学塾以上の手厚いサポート体制を取った。また、英数科へ帰の卒業に合わせグループ内の、 大学開校。その結果、大学進学が非常に狭き門であった第二次、ベビーブーム世代の英数会帰帰生の四年生大学の進学率が約九十パーセントという実績を収めた。英数会帰帰生の成功と、生徒の夜間送迎バス運行を開始するなど、学費の追加なしで、進学塾さながらのサポートが受けられると評判を、聞きつけた保護者などから英数会の人気が高まり、 新たに、静岡理工科大学へのエスカレート進学と、いち早く取り入れたブランド制服を武器に1994年の男女共学化を成功させた。1996年の英数化総合コースの設置とともに、学校全体の4年生大学への進学率が100%に達し、国公立大学や有名私立大学への合格者が顕著に増加した。2002年には、 入試願売率が約10倍となり、自動車学園時代の負のイメージをすべて払拭し、静岡県東部での進学校としての地位を固めた。徹底した、頭髪検査、服装指導などの生徒指導を行い一定の定評があり、校訓も、朝礼などの行事の時に、校長から名指しで校訓を問われる可能性もあるまた、2011年に、 中学校の開設に伴い校舎が新築されており、校舎の外観は比較的に新しい雰囲気を醸し出している。静岡理工科大学系列高校であることから、静岡理工科大学にエスカレートできることもあるため近年は人気が高い。専門学校も沼津や静岡に系列の情報処理専門学校を有し、コンピュータ教育は 情報処理専門学校出身者を当てているので、コンピュータ教育も地域の中では充実している。ただし近年はこれらの死亡者数の減少により、しばし解説されないケースもある。経営には、静岡銀行や鈴代などの静岡県内の企業も関与している。ありがとうございます。